これだ、これが魔王。覚ましたのは貴様らか。魔王様、魔王、あれが、あれがクレブスクルム。貴様はエデルガルトと申します。ご復活お喜び申し上げます。そうかそうか、魔王復活大いに褒めてやるのだ。おい、貴様は本当に魔王クレブスクルムなのか。いかにも。そうか、思ってたのと少し違うが、まあいい。我が名はディアブロ、異世界から来た魔王であり、貴様を誇る者だ。そうか、魔王を起こしたのは貴様だな。うむうむ、褒美として恐怖を教えてやろう。とびきり残虐な奴で殺してやる。そう、とびっきりの。とびっきりの方法があるはずなのだが、なんだっけ。おい、嘘だろ。まさか戦い方を忘れているのか。もう良いわ、すべてを焼き尽くせばいいのだ。魔王っぽいだろ。そんなのダメだよ。ダメなのか。え、魔王様、人族の言葉に従う、違う。しかしダメと言われたらダメではないのか。なんだ、さっきから記憶の一部を失っているとでも言うのか。魔王は人族を滅ぼすものです。そうではないのですか。うむ、そうだった気がする。待ってください。なぜです。ずっと不思議に思ってました。どうして魔王は人族を殺すのですか。なんか理由があった気がするのだが、あなた自身の意思でないのならもう殺さないでください。私からもお願い、殺すなんてよくないよ。そうだな、殺す理由も思い出せぬし、まあいっか。じゃあ殺さない。マジかよ。本気なのですか。魔王が人族を殺さないなどと。人族を殺しても腹は膨れないからの。エデルガルト、あなたはそれでいいのですか。エデルガルトは魔王様だけが大切。魔王様がそれでいいならいい。そんなことより魔王は腹が減ったぞ。あ、おやつ持ってるよ。はい、これは何なのだ。ビスケットだよ。うまいのだ。よかったらまだあるよ。これはうまいのだ。こんなうまいもの初めて食べた。おかげで魔王は使命を思い出したよ。この世のビスケットを食べ尽くす、それこそが魔王の復活した意味なのだ。てんなわけあるか。貴様、ビスケットはもうないのか。私はシェラだよ。ごめんね、町に戻らないともうないんだ。よし、案内するがいいのだ。え、町に行くの、魔王が。ディアブロ、もう一人で歩けます。降ろしてください。まだ体力が戻ってないだろう。貴様の補正に合わせて遅くなるのはごめんだ。そうですか。貴様はあれを受け入れられるのか。簡単には受け入れられません。私も母も祖母もずっと魔王に苦しめられ、クレブスクルムを倒すことだけを生きる目標にしてきました。ただ人族を殺さないというのなら戦う必要はありません。それが本当ならば。